seen this one before. The girls get away. の歌歌うだけ君のように上手に飛べない。でもね私流に飛んでみるだけ。きっといつかはあの空高く、幸福と書いた切符を手に、空っぽのカバン一つだけ持ってた。夕闇が深いベールを敷きながら走り出した。何にもなかった君のようにうまく歌えない。だけど私流に飛んでみたいだけ。君のように上手に飛べない。でもね私流に飛んでみるだけ。きっといつかはあの空高く、夜空に浮かぶ、月や星のように、瞬きながら歌い続ける。太陽に今しめられても、君のようにうまく歌いたい。だけど私の歌歌いたい。君のように上手に飛びたい。だけど私流に飛んでみたいだけ。君のようにうまく歌えない。でもね私流に歌歌いたい。きっといつかはこの翼広げて、
かぶ月はもろい桜海のように青い空に恋をしたら奥ゆかしかに薄く浮かんだ夜が来ると会えなくなる月の朝が来るまでは離れ離れ君を思い一人夜空を照らしてみる帰るとこわかるように夜の道照らしてみるけど本当のことわかるように心の影はそのまま主催です。二宮岳くん、今日も素敵なゲストをお迎えしてやりたいと思うので、では、ドラムのさやちゃん、さわちゃん、あ、さゆりさん、私間違えちゃった、さゆりちゃんごめんなさい、私の大好きな魚の名前だったんだけどそのね、綺麗な、すごいね、さゆりちゃんってね、あのすごい綺麗な魚がいるんで、大好きな魚にとっても、ね、似ていて本当にびっくりしちゃうぐらい透明感のある綺麗な彼女に今日は来てもらい、それでもう一人のゲスト、五十嵐くん、ベーシストの五十嵐くん、五十嵐克也くん、イエーイ、よろしくです。今日はこのお二人を迎えてやりたいと思います。でオリジナルの曲をですね、急遽
人にやっていただきやっていただきやろうかなと思うので、ちょっとね、本当に急に、あのこの間2人でやるライブがあって、その時にちょうど見に来てくださってて、でさゆりちゃんは名古屋なんですよ、実は今日名古屋から来てくださって、車運転してでね、軟体動物になれた、大丈夫体が固まっちゃってたので、軟体動物にならなきゃって言ってたんですけど、楽しんでやりたいと思うのでよろしくお願いします。で五十嵐君、今日、この間ライブ見せてもらってすごいかっこいいライブを見せていただいた、今日一緒にやりたいなと思い、お二人に来ていただきました。じゃあオリジナルナンバーを Don't stop me。
didn't know you got him. And your heart beats like a thousand things. It makes you wanna cry. Ooh, don't you wanna be hard? Ooh, wanna take out all your heart. Tell me before, if my birthday right at the boy next door. You all out of proof of fire. Listen, you know that day. She's running down the wind, the rain. You know you wanna cry. You wanna take your own boy. Gotta take up all your water. ございます。ここでもう一人ゲストを紹介したいと思います。はい、あ、まだだっけ、ごめんなさい、最速ごめんなさい、まだ最だったよ、もう一曲、もう一曲だったんだ、ごめんなさい、もう一曲オリジナルやりたいと思います。もう今日ね、ずっとだよね、こんなだよね、もうみんなは多分ね分かってきたと思うけど、私の性格はさあ、じゃあ今回ね、ガックが作ってくれたオリジナルのもう一曲聴いてください。
感じてる空を仰ぎ雨に打たれてる月明かり待ち通りどんなものにも意味があるように与えられたものの意味を感じてる今パンドラの箱を開けて鍵を投げ捨てたら何があるのか見てみたい過去からのメッセージあなたに戻る紡ぎ繋いでく未来への伝言どんなものにも意味があるように偶然じゃない必然の意味を感じてる今パンドラの箱を開けて鍵を投げ捨てたら何があるのか見てみたい部屋に売れ落ち降り注ぐ痛みをささくれて乾いた痛みの跡どれもこれもいい意味があるというならこの鍵この手の中パンドラの箱を開けて鍵を投げ捨てたら何があるのか感じたいパンドラの箱を開けて鍵を投げ捨てたら最後の一つも見てみたい お待たせしました。ここでした。ここで、ギターレストの三四郎くんにゲストで入っていただきたいと思います。三四郎くん。じゃあバトンタッチの。じゃあ皆さん撮っちゃおう。じゃあ三四郎くんが準備が終わるまで皆さんを撮りながら。ですね、今日はオーバーザドックスというあのバンドで今人気急上昇のバンドで、この間ね、サマーソニックに出場したんだよね。その話もまだちょっとそれは聞いてないね後でゆっくり聞きたいなと思うんですが、から今日ギタリストの三四郎くんが特別に来てくれたので今日はギター2本入れて、こんなことは初めてだよね、楽譜ね。いつも本当に2人でアコースティックでこうやって座ってやってるんですが、今日はギターね、楽譜もアコースティックギターからエレキギターに持ち替えバンドデーということでやらさせていただいてます。で今日は楽しんでやりたいと思います。楽しんで本当に今日はありがとうございます。佐藤さんに今日は本当にあのフォーエバーレコーズの今日は発売のイベントに出させていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。それでこういう形でやらさせていただけることに本当に感謝してます。なのであの思いっきり弾けたいと思います。佐藤に今日あの弾けさせていただきたいと思いますので、お祝いを込めてじゃあいきたいと思います。ロックマルフィッシュRide up, just gonna do the voice. Rock and roll.
Then I stop and I die.
五十嵐達也くん、ほんです。木村さゆりちゃん、ほんとだ。樋口三四郎くん、どうもありがとうございます。本当に心から感謝します。ありがとうございました。この後も楽しみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。